どうする？俺、使うか。組を扱う能力。ほう、どこで手に入れた能力かは知らんが、やってみろよ、無意味だからよ。使いこなせるかわからない、けど使わないと勝てない。まさか俺、震えてるのか？あの時の出来事が、俺を。ふざけるな、俺の覚悟はそんなもんだったのかよ。使ってやる、トラウマなんか認められるほど、俺の覚悟は甘くねえんだよ。行くぞ、せいや。財政府、海の行政修正。修正内容、世界の断りへの不正アクセス罪の修正。ふん、それでどうなるってんだ。覚悟はいいか、せいやー。お前こそ。痛い、俺が。やっと届いたな、せいや。これで条件は一緒だ。さあ、決着を決めるぞ。エラーコードがなくてもお前なんかぶっ倒せるんだよ。第2オーラだ、お前には使えないだろかなね。いいや、使えるさ。ピンク、貴族性か。俺の覚悟、受けてみやがれ。少し力をつけたからって調子に乗ってんじゃねえぞ、かなね。わかってんだろ、今の俺とお前にはそう力の差がないことを。それがどうした、それで俺の幻を攻略したつもりか。おい、俺の幻影、ぶっ潰せ。お前はバカだ、言っただろう、俺に人数は関係ないんだよ。どうする絶対0度。俺の幻が、今の条件なら凍るよな。ダメだ、この流れだからやられる。さっきは消されたが、もう一度バグを起こせば。俺の方が一枚上手だったみたいだな、かなめ、な。くそ、最後の切り札の、組を扱う能力ですら効かなかったのかよ。もう、ダメだ。賞賛が出て、来ない？俺は結局逃げていただけなのか。あの時の組からも、現実からも、自分自身の能力からも、ただ、耐えきれなくなって、闇に逃げただけじゃないのか。結局、俺はレイヤーの言う通り、逃げ続けただけだ。何が、極悪人になるだ、何が復讐だ。全部自分への言い訳じゃないか。今の俺じゃ、絶対にレイヤーには勝てない。だからもう捨てよう、逃げ続ける自分を。もう俺は、逃げない。覚悟はできたか。ああ、問題ない。いけそうか。ああ、待たせたな。長い間、逃げ続けたんだ。もう、向き合わないとな。ああ、お前が納得したなら大丈夫だ。じゃあな、掃除。頑張れよ、ヒイラギカナメ。レイヤーを止めてやってくれ。ああ、あとは任せろ。やったか。なんだ、ひしひし。なんだ、あのオーラは、傷が、治ってやがる。39万。まさか3倍だと。俺の戦闘力が28万。さっきのあいつは26万だったはずだ。だが、俺のエラーコードの前ではどんな攻撃も無意味だ。平常、トーク、絶対レイド、限界、エラーコード、財布、海の強制修正。強制能力、エラーコレクチャーオブアボソニートゼロ。攻撃、なんだよ、これはよ。これが、能力を模倣する能力、模倣した力を合成した。俺の真の力だ。そ、憎い、やでお前にそんな力が。言っただろう、偽物でも、やり方次第で、本物を超える。貫け。終わったか。俺もとっさだったが、まさか魔法にこんな使い方があったなんてな。よく考えたら、コピーした能力をストックできる時点で、合成できて当然だったんだよな。ふん、真の力か。俺はただ怯えていただけだったんだがな。まあいい、俺は当時を捨てる。もう逃げない。真正面から、お前たちに挑んでやるよ。それが俺の正義だ。正義だ、笑わせるなよ、カナメ。ただ開き直っただけだろうが。思った以上にタフだな。お前にはとことん不幸になってもらわねえと死んでも死にきれねえんだよ。なあ、レイヤー、もうやめよう。もう俺たちが殺し合う必要はないんじゃないか。許してくれとは言わない。だが長い時間をかけていけば。だったら、だったらお前が俺を殺したくなるきっかけを与えてやるよ。どういうことだ。ずっと隠し持ってたんだ。ちゃんと見ろよ。おい、レイヤー、なんだよ。それ、幻にしては立ちが悪いぞ。幻か、ならちゃんと触れて確かめてみるといい。見つかねえ。あはははははは。は、それだ、その顔だ。その顔が見たかったぞ。かなめ。くそ、しぶといやつだ。死んで、たまるかよ。めんどくさいやつだ、おとなしく死んどけ。レイ、てめえ。死ぬ前に良いものを見せてやる。レイヤー。あばよ、満ち影。おっと、飛ばしすぎてしまったな。
カナメと戦う前の下準備に時間がかかってしまう。おいこら、べえ。何人の獲物を横取りしてんだよ。悪いな、お前は少々時間がかかりすぎた。お前は迫力牢で休んでおけ、あとは俺が片付けておこう。そか。俺の復讐はこれからだからな。なあ、どんな気持ちだ。目の前で親友が焼き殺されるのは。こんなことされて許せって言われて許せるか。許せるわけないよな。なんてったって目の前で親友が殺されたんだからな。俺が憎いか、なら甘いこと言わず殺しに来いよ。この世に誰もが幸せのハッピーエンドなんて存在しないんだからよ。あはは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 。そんな、そんなことって、こんなことがあって、言い訳が。さあ、そろそろフィナーレと行こうか。これで俺の復讐が完成する。なんだ、この自信は、なんだ。絶対に許せない。お前だけは、絶対に、力を。目の前のクソ野郎を殺す力を、力を、さあ、さあ、さあ。なんだ、これは、何の力だ、これは、地獄に落ちろ。うわぁ、うわぁ。なんだこれは、エラーコード、もう無用じゃない。とか、光線であいつの動きを。おかしい、これは画面に押し潰されているのに、後がない。ありえないぞ、こんなこと。不可能な現象。まさか、打線の力。俺の復讐は最初から無謀だったのか。あー。地獄に落ちろ、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 地獄に落ちろ。カナメはただ憎しみの言葉を叫びながら、もう跡形もないレイヤーを地獄まで押し付けていた。こうして迫力牢までの戦いが全て終わった。果たして最後に待っているのは、どんな結末なのか。そしてとうとう冥界攻略は最後の戦いへと幕を開ける。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も楽しんでいってねー。